お家出る前に確認して、ツインテールとかハーフツインとかポニーテールとかいっぱいリクエストしてもらったのちのち、ツインテールが多かったので、前半戦は後々は確認したんですけど、私が見ている時はツインテールが多かったので、ツインテールにしてみました。どうですか？ どうですか？良いと思います。ありがとうございます。なんかあんまりなんだっけ、巻き巻きっていう感じのも、こういう、難しいの、こうなんて読むのか分からないけど、巻き巻き、それをリクエストしてもらったんですけど、自分ではできなくて、ちょっと自分でもできる簡単なツインテールにしました。巻き髪ではない、ツインテールの進化版みたいな、ツインテールの短めの巻き巻きですね。それをリクエストされまして、されたとか言わない、言わない、だって上から目線だし、してもらいました。 すごいシャーって言ってくださる、乃木坂工事中は見てくださったんですかね、ありがとうございます。私はですね、昨日の夜に映画見たいなと思って、それで見たんですけど、弟におすすめはって聞いたら、ディセンダントっていうのをおすすめしてもらってみました。すごい、もうすごくて、なんかミュージカルみたいになってたんですけど、まず演技もすっごい、もう何の違和感もなく演技見てたら、急に歌を張るから、それで歌を張ったらめっちゃ上手で、なんか、この人すごい、演技もすごい上手で違和感なく見てたのに、歌もめっちゃ上手なのって思って、すごいびっくりして、でプラスしてダンスもすごい上手で、なんかすごい小さな頃から養われてきた、なんか培われてきた技術なんだろうなっていうふうに思ったんですけど、でもそれは自分の勝手な想像なので、果たして本当なのかっていうのを、メイキングを今日見たんですね。でそしたら、ちょっとな、触り、メイキングの触りを見たんですけど、もうやっぱり努力、もともとの才能はもちろんあると思うんですけど、その才能を上に生かせるか下に生かせるかっていうのは、もう本人の努力なんだなっていうのをすごい感じて、なんだろう、もっと私も頑張りたいなってすごい思いました、今日は。メイキング見てそんなことを思いました。なんかね、でも、全部英語だったんであんま分かんなかったんですけど、でも多分そういうことを言ってるんだなって勝手に感じて、すごい自分自身を見つめ直しました。まあ、字幕の出し方分からなくて、だからずっと英語で喋ってはったんですけど、なんか、なんだろう、表情とか、なんか口元 口元は英語か、なんかそういう系で、多分いいこと言ってんだろうなとか、汗水垂らしてる姿とかもすごい映ってたので、なんかね、努力してはるんやなっていうのはすごく感じました。なんか私もね、今回の目標っていうか、最近の目標はすごいダンス頑張りたいなっていうふうに思っていたので、私も、才能はなくとも努力をすることはできるので頑張りたいなって思った所存です。 あ、で、早速ですが、伸び伸び選手権をやっていきたいと思います。はい、ここで今週の配信メンバーで争う伸び伸び選手権をやりたいと思います。今週の競技は読書の秋、なるべく早く読み上げようです。今週の水曜日発売の真夏の全国ツアー2021ファイナル in 東京ドームブルーレイ &DVD の告知文章を読み上げます。週の中で最も早く読み上げられた人には素敵なご褒美がプレゼントされます。ただし、噛んだり飛ばしたりしたら
次に行かずにその部分から読み直しです。現在の1位は現在の1位は月曜日の方なので与田さんの64秒です。はい、なのでこれを与田さんを頑張って超えられるようにしたいなと思います。では早速ストップウォッチも用意していきます。ちょっとあいうえおとか言っとくね。 OKOKOK よし、いきます。よーさと。2021年11月21日にグループ自身4年ぶりとなる東京ドームに開催した乃木坂46の真夏の全国ツアー2021にファイナルが11月16日についに、円盤化することが決定しました。全国ツアーの開催前に表題曲、アンダー曲、ユニット&ソリ曲、カップリング曲の各カテゴリー別にファンの皆様からリクエストを募り、それぞれ上位トップ10に入った楽曲を中心にリクエストを、建築した真夏の全国ツアー2021、新型コロナウイルス感染防止対策として全キャパシティに対する 50% の容量動員の中、容量動員数の中、ファンの皆さんが熱く叩くスティックバルーンに、応えるべく、メンバーも熱いライブを大展開。またドーム内では気球に乗ったメンバーが飛び交い、さらにメンバーからファンの皆さんへメッセージがアドバルーンに吊り下げられ、本編ラストでは全シングルの振り付けを取り入れた、グループ10周年記念曲他人の空にで締めくくりました。2日目の21日には高山一実さんの卒業セレモニーも開催。自身初のソロ曲「私の色」が初披露され、涙あふれるツアーファイナルにもなった真夏の全国ツアー2021ファイナル in 東京ドーム、数々の名シーンがついによみがえります。ぜひチェックしてみてください。ピン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 しなきゃ。ちょっとごめんなさい、いきますよ。これはどういう風に読めますかね。はい、いきます。ついに発表します。数字は1分46秒です。これってど勝ったのかな、勝ったのか負けたのか。60秒で書いてあるから難しいですね。1分46秒ということは106秒。はあ、1分46秒1分って何秒、1分って何秒ですか。1分60秒か。与田さんよりも長かったのか。なんかすごいそういう風に思えなかったような秒数だったけど、そうなんだ。いやー、なんか身に染みますね。早口言葉でもなかったけど、どうでしたかね。早かったですか。よかった。なんか多分早めっていう風に言い過ぎても多分焦っちゃうから、後半に行くにつれてもっと早くしなきゃとかすごい思っちゃって、結構頑張りはしたんですけど、どうだったでしょうか。構築、答えるか。構築って私なんて呼んでました。構築、建築。なんだ、なんかそんな感じだったんだ。なんかすいません、ちょっと間違えたところがあったみたいなんですけど、すいません、負けたので問答無用でお願いします。すいませんでした。大丈夫だそうです。すいません。
いや難しいですね。でも結構いっぱいなんか盛りだくさんの文章があって、すごい分かりやすい文章を考えてくださってね、ありがとうございました。すごい全キャパシティとか、なんか分かっているようで分かっていなかったあの文字とかも出てきてね。あとあのアドバルーンも、ああれかあれかっていう風に思ったので、すごいなんか勉強にもなりましたね、この乃木曜日選手権は。はい、ということで乃木曜日選手権でした。はい、はい、近況報告グループのしていきたいと思います。何があります？私ですね、まあ昨日の昨日にあのオンラインミート&グリートがありまして、私はいっぱいお話ししました。毎回髪型変えたんですけど、すごい気づいてくださった方とかいらっしゃって嬉しかったのと、あとはあの何初めてアームウォーマーをあの着ていったんですけど、意外となんかみんなからもあのセーラーからもすごい似合ってるって言ってくれてすごい嬉しかったなって思います。しかも昨日はタムちゃんと田村真由とあのゆなちゃんと一緒にいたんですけど、すごい楽しかったです。昨日なんかマネージャーさんも一緒にいて、あのみんなで写真撮り合いっことかしたんですけど、すごい楽しくて、あのまゆたんはすごい大好き、もう大好きだから一緒にいてあの安心するますし、なんか私の遊びたいっていう気持ち、一緒に遊びたいっていう気持ちをあの伝えました。ゆなちゃんも大好きで、ゆなちゃんはなおのことをなおちゃんって呼んでくれて、すごいなんか妹みたいで可愛いんですけど、なんかなおちゃんはお姉ちゃんっぽくないって言ってくれ、あの初め言ってくれてたんですけど、最近はなんかお姉ちゃんっぽいねとか言ってくれるようになって、なんかどっちつかずな感じで、すごいどっちも嬉しいです。ゆなちゃんは可愛いです、すごい大好き。あ、ヤンはね、今日実はね、後でじゃあ何かしらに送るんですけど、ダメージジーンズを履いてまして、前ヤンがあの脱ぎ帯の時にダメージジーンズ履いてたのを見て、あのダメージジーンズを今日履いてきたんですよ。でも見えないんですけど、今日は上半身をあの中心として活躍してるからあんまり見えないんですけど、このジーンズは日向坂46さんの森本マリーちゃんからもすごいあの愛のあるいじりを受けまして、あの大好きでちょっと今日着てきちゃいました。マリーちゃん大好きなの。あ、全然コメントを読めていなかったですね。あ、そう、マリーちゃんはねすごい面白かわいくて大好きで、私のことをすごい気にかけてくれて、あの連絡も取ってくれるのですごい仲良しです。膝パックリの、あ、そう、膝パックリのやつ、なんか松尾がめっちゃなんかいろんなところで私のダメージジーンズの話をしていると聞きまして、ちょっと着てきました。あ、そう、マリーちゃんと松尾とひなちゃんは年下で、私とマリーちゃんが同い年です。うん、あの、そう、わかんない。乃木坂工事中も昨日の昨日にあの配信放送されまして、あの乃木坂配信中でも見られるのでぜひ見ていただきたいなって思うんですけど、うちわ受けモノマネが繰り広げられまして、あのみんなの大好きなマーヤのモノマネも見られますし、梅沢さんのなんかちょっとなんだろう面白いモノマネも見られますので、
ぜひ見てみてください。ごきせいちゃんもすごいモノマネ上手でびっくりしました。あの小川彩ちゃんのモノマネがすごい私は好きで可愛いなと思って見ていました。あれね、梅さんのモノマネすごい面白くて、梅さんがモノマネ披露してあのはけていくたんびに面白かったですってまいたんって言ってました。そうそう、カッキー、あ、私はねカッキーのモノマネをさせてもらったんですけど、あのカッキーのマイクがリコーダー持ちっていうのをやらせてもらって、それはなんかいつ見つけたんだっけな、初めての、あ違うわ、初めてだ、初めての4期生ライブの時に配信だったんですけど、その時にあの MC をさせていただいて、でカッキーのあの喋ってる様子をずっと見てたんです。びっくりした。ずっと見てたんですけど、あのそれしたらカッキーの手がすごいリコーダーみたいになってて、あのすごい、あすごい面白いなと思って、それをずっと思っていました。うん、ごめん、びっくりしたっていうのはね、私結構肩で息するタイプだからよくびっくりしちゃうんですよ。あ、わかる、あ、そう、わかりますよね。あ、ディスってないです、あの決してディスってるわけでもなく、あのすごいあの可愛らしいなと 思いながらやらせてもらいました。肺呼吸、あ、肺呼吸はあのしてますよ、もちろん。でも結構肩でもやるタイプなんでそれはよろしくお願いしますよ。エラ呼吸はあの違う仲間ですね。はい、ということで、あ、結構早いですね、もう17分ですよ皆さん。あのじゃあ近況報告、私の近況報告をさせていただくと、あの乃木坂46、夢木直人やみつきちゃんっていう番組が、今光 TV さんで配信中なんですけれども、あの最新は麻雀をやらせていただきまして、もうゆりちゃんとやんちゃんでやらせていただいたんですけれども、もうゆりちゃんが本当になんかとんでもなく面白くって、なんか爆発的能力を兼ね備えているので、ちょっとあのぜひ見ていただきたいなっていうふうに思いますし、やんちゃんも麻雀すごく上手でなんかびっくりしましたね。であのタイムマシーン3号さんとご一緒させていただいたんですけれども、あの皆さんがすっごい頑張ってあの突っ込んでくださったりとか面白くしてくださって、あの見応えがあるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひ見てください。そして次 の放送ではあの葉月、向井葉月ちゃんと一緒にあのバラエティ番組を学ぼうということで、菊池亜美さんをゲストにお迎えして、 あとは流れ星さんと一緒にいろんなことをするんですよ。もうバラエティの基本という基本を全部教えていただいたので、バラエティ番組が大好きな人もあのなんていうの、なんかあのこうすごい、根っから感じられることができるので、すごいあの必見かなっていうふうに思います。続いて東京パソコンクラブは、金曜日にあの放送しているんですけれども、あのプログラミングを頑張っています。あと食レポもみんな頑張っていて、オープニングもあのグラサン D さんっていう人がいらっしゃるんですけど、オープニングに結構厳しい方なので、あの3人、あやちゃんと私とやんちゃんであのオープニングも苦戦しているので、ぜひ見てみてください。あとリッカ、佐藤リッカがあのナレーションもいっぱいしているので、皆さん見てみてください。そしてあの金曜日はチンキンが、沈黙の金曜日があの21時からあるので、その後に東京パソコンクラブを見るのもいいんじゃないかなと思います。そしてあの11月22日にあの19時から21時までフジテレビさんにてミュージックジェネレーションさんに出演させていただきますので、これは林瑠奈と一緒に出させていただきまして、あの前回も出
出演させていただいたんですけれども、あの2回目ということでめっちゃ緊張しまして、あの林も私もすっごい緊張しすぎて本番前もずっと手握ってたんですけど、緊張して、前回はあの藤田ニコルさんと加納英子さんもあのご一緒してたので、もうね、なんだろう、私たちが喋らないと、あの令和代表であの藤田ニコルさんと一緒だったので、あの私たちができない分本当に助けてくださることがいっぱいあったんですけど、今回はやっぱ自分たちが令和代表として喋らないといけないので、もう次から次へとあの何語源をそうあの言っていかないといけないので、もうすっごいとんでもないことになったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あの見ていただきたいなっていうふうに思いますし、前回あのご一緒、今回ご一緒したニューヨークさんがあのベストヒット開催さんにあのぜあの先日出演させていただいたんですけれども、その時にあのニューヨークさんが配信であのやらあの実況中継なさっていて、その時に私の名前を呼んでくださっていたみたいですごい嬉しかったです。あのご一緒できてすごいいっぱい助けてくださってあの嬉しかったなっていうふうに思うので、ぜひミュージックジェネレーションさんも見てみてください。うん、あ、そうです、あの31枚目シングルでなんとユニット曲をあの収録させていただくことになって、本当にありがとうございます。私夢だったのでユニット曲をさせていただくことがあの目標の一つでもあったので、でも自分自身は何もできていないので、まだあの何かもっと頑張ればユニット曲させてもらうんじゃないかなってすぐ思っていて、だから頑張ろうって思っていたんですけど、今回あのさせていただいてすごいまだ全然もう全然あのへりくだるようなあの所存ですけども、あのユニット曲やらせていただけて本当に嬉しかったです。あのさくちゃんとカッキーと私とゆりちゃんと林の5人でユニット曲をさせていただきます。どんな風になるのかぜひあのお楽しみにしていてください。他のユニット曲もあのバンという風にあのニュースっていう風にあの発表されたのでぜひ見てみてください、公式サイトを。あ、そうですね、はい、良いメンバー、 ありがとうございます、すごい嬉しいです。おうち、じゃあここで次回のメンバーの間違えた、次に前回の配信メンバーからの宿題をやりたいと思います。早くしないといけないですもんね。よいしょ、はい、じゃーん、ユダさんから、ミキちゃん今思うことをなんか叫んでその後にシャーって言って、勇気より、わあ勇気より、かわいい勇気よりだった。大好きなユダさんからの宿題ということで、思ってた言葉でいいのかな、叫んで大きい声出したらご近所さんに迷惑にならないか心配なんですけど、じゃ あの中声ぐらいでちょっとやっていきたいと思います。なんだろう、思いついたこと、いきます、サムライタンポポしゃちょっと待って、あこれでいいんですよね、あのはいこれでした、あ以上です、はい終わりました、なんか開けなく終わったんですけど、はい、じゃあ次なんだ、あなんて言ったの、ね、サムライタンポポ、あの意味は特にないんですけど、あの思いついたんでちょっと言ってみましたはい、ということで
続いて、ですね、乃木曜日の担当メンバーに宿題を出したいと思います。次回どなたか知ってますか？ドロ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 ダン、クロミちゃんです。イエーイ。クロミはるかちゃんが次は乃木曜日を担当しますので、宿題を出したいと思います。何にしましょうか皆さん。クロミちゃんをこの間会っていっぱいおしゃべりして、クロミちゃんがやってるゲームの話とかいっぱいしましたよ。ミンゴね、なんでさみんなミンゴっていうの、なんかさ、あ、最近リハーサルとかでもさ、ミンゴミンゴってすごいみんなから呼ばれててさ、でもあとなんか跡形もないじゃんと思って、クロミちゃんのミしか残ってないじゃんと思って、なんかどっからクロミンゴになったんだろう。何にします？ナオトの思い出？なんだろうね、ナオトの思い出。何にしよう、なんかクロミちゃん何にしてる？でもクロミちゃんの、最近の話とかも聞きたいけど、でもそれ乃木曜日で言うもんね。どうしよう。冬にしたいこと、あ、いいね。昨日の自分に一言、いいね。あ、いいねそれ。昨日の自分に一言。ね、ちょっとさ、意地悪しようと。ちょっとだけちょっとだけ大きい声で、昨日の自分に一言にしよう。ちょっと自分がさ、ちょっと大きい声出して、なんか恥ずかしかったからさ、ちょっとクロミちゃんにもやってもらおうと思う。じゃあクロミへ、ちょっと大きい声で、なんだっけ、あ、昨日の自分に一言言ってね。なおより、はい、こちらで決定しました。皆さん、クロミちゃんの配信も楽しみに。絶対面白いなって思う。私はクロミちゃんが大好きなので、ちょっと、あとクロミちゃんとやりたいことめっちゃあって、野球観戦に一緒に行きたくて、行ってみたいなと思っていたんですけど、詳しくないので、私がクロミちゃん詳しいので、ちょっと一緒に行きたいななんていう風に思っています。連れてってね。はい、あと1分となりました。乃木曜日火曜日終わりのお時間です。今日はすごい楽しかったです。皆さんといっぱいお話しして、ありがとう。野球、そう、野球ね、知りたい知りたいっていう風に思ってるから、一緒に行きたいなって思う。時間通り、そう、いつも私バタバタするんですけども、今日はすっごい時間通りに行きました。はい、ということで、じゃあピースでもしてきますか。はい、ということで、次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは、今日のお相手はいみきなおでした。バイバーイ。